クラウス・エミール・ユリウス・フックス、ドイツ語、クラウス・エミール・ジュリウス・フックス、1911年12月29日から1988年1月28日は、ドイツ生まれの理論物理学者。マンハッタイ計画で、アメリカの原子爆弾開発に貢献したが、その傍ら、スパイとして、ソビエト連邦に、機密情報を流し続けていた。スパイとして、 有罪判決を受け刑に服し、釈放された後は、東ドイツの理論物理学の重要人物となった。フックスは、マインツ郊外の町リュッセルスハイムで生まれた。父はルター派神学者、エミール・フックスである。後の1949年に、東独のライプツィヒ大学神学部教授に就任している。ライプツィヒ大学及び、キール大学で学んだフックスは、 キール大学時代に政治活動に身を投じドイツ社会民主党の活動家となったが、1932年にはドイツ共産党に入党した。しかし1933年にナチス政権が誕生するとフックスはフランスへ逃れ、家族のつてを使ってイギリスのブリストルへと渡った。1937年にブリストル大学のネビル・モットの下で博士となり、さらに、 エディンバラ大学のマックス・ボルンの下で上位の博士号を得た。フックスの書いた量子力学の論文は、王立協会の論文誌、プロシーリングス・オブ・ザ・ロイヤル・ソサイティに掲載され、これにより翌年には、エディンバラ大学での教職を得た。第二次世界大戦勃発後の1940年6月、敵国ドイツの国民として拘束され、満島の収容所へ、さらに、 ケベック州の収容所に移されたが、マックス・ボルンの取りなしで翌年には釈放され、イギリス軍の原爆計画に加わり、1942年にはイギリス国民となった。独ソ戦勃発後、ソビエト連邦も、イギリスの秘密の軍事研究の内容を知るべきだと、考えソ連側との接触を開始した。1941年8月には、ソ連の情報機関グラの情報部員で、 経済学者、ユルゲン・クチンスキー、その妹、上海で、リヒャルト・ゾルゲの助手であった、ウルスラ・クチンスキー等と接触し、レストのコードネームで呼ばれるようになる。1943年末には米国に渡り、コロンビア大学、後に、ロスアラモス国立研究所に勤務、理論物理学者として、原子爆弾及び、水素爆弾の製造に、不可欠な臨界計算に、 多大な貢献をしていた。フックスは、第二次世界大戦後イギリスへ戻り、米国、英国、カナダの政府交換らの間で、核開発など、軍事上の機密技術を交換するための合同政策委員会にも出席していたが、このまま、ケンブリッジ5のドナルド・マクリーンやアレクサンドル、フェクリソフなどの情報員と接触して、原爆の後には、 水爆の製造理論などの情報を流し続けた。こうした情報をなくして、ソ連が1940年代後半に急速に核兵器の開発及び配備を進めることは困難であった。しかし、ソ連の暗号を解読する米英共同研究、ベノナ計画の結果、フックスの関与が明らかになった。 見後の捜査を受けたフックスは尋問の後、1950年1月にスパイであるとの告白を始めた。フックスはイギリス及びアメリカの核兵器関連の機密情報をソ連に漏らした軍事スパイとして告発され、1950年3月1日、フックスはわずか90分の裁判で最高刑の懲役40年の判決を受けた。同年12月、フックスは 英国の国籍を剥奪される。フックスが自白をする気になったのは死刑を逃れるためだったという意見がある一方、当のフックスは自白をした以上は釈放されて、また研究生活に戻れるという程度にしか考えていなかった不死が見られるとも言う。1959年6月23日に釈放されたフックスは東ドイツのドレスデンに移住する。 ロッセンドルフの各研究所に迎えられ、そこでの講義で、フックスは中華人民共和国の研究者に、核技術を伝え、その情報をもとに、中華人民共和国は5年後に、核実験を行ったとされている。1963年には、ドレスデン工科大学理論物理学教授に、招聘された。その後も、東ドイツでフックスは科学者としての活動を、続けている。 レオポルギナ科学アカデミーのメンバーに選ばれているほか、ドイツ社会主義統一党中央委員会のメンバーにも選ばれ、引退する1979年までロッセンドルフの各研究所の副所長を務めた。カール・マルクス勲章も受賞している。1988年1月28日にドレスデンで死去。ありがとうございます。